パソコンやスマートフォンを使っている方は今回のストレッチを必ずやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、パソコンやスマートフォン使っている方は必ず必要なストレッチ、小胸筋ストレッチになります。胸の上部、肩甲骨と肋骨をつないでいるこの肩の少し手前にあるところなんですけども、ここの筋肉が硬くなることで呼吸が浅くなったり、肩がキュッと緊張しやすかったりします。で、スマートフォン使ってる方、パソコン使ってる方はですね、必ずといって巻き肩になってしまっているので呼吸が少し浅くなってます。そういった方にぴったりなストレッチです。今回たったの10秒間でしっかり伸ばしていくストレッチになります。まあ、ストレッチの名前としてはワイドプランクストレッチになります。メリットとしてはとても簡単に行えます。やった後は呼吸が深くなり、そして肩こりの改善ができます。デメリットとしては肩が少し疲れるかなという感じがあります。というのも肩に体重が少し乗りますから、それでしっかりね、体を動かして回して伸ばしていきます。まず巻き肩になっている小胸筋が硬くなっているかどうか、ストレッチのチェックをしていきます。チェック方法としてはうつ伏せになります。顔の向きはどちらでも OK です。で、手は普通にダランと置きます。この時に手のひらを下に向けてですね、寝っ転がります。そうした時に手を上に向けた方が楽な方、手のひらを下に向けていると手を内側にね、回したくなる方、そういった方は肩が内巻きになってます。肩が内巻きになっていることによって、手のひらが下に置いとくよりも手のひらを上に向けた方が楽になってしまいます。そういった方はもうこの部分触ってみて少し硬い、痛いと思った方は必ず今日のストレッチを行ってください。たったの10秒間です。やり方としては通常のプランクの姿勢をとります。で、そこから肘を広げます。そしてつま先と膝をついて体を持ち上げる。その時に体を持ち上げるんですけども、胸を交互につきます。ここから手を広げた状態で膝をついてお尻を上げて、胸を交互に床にピタッピタッ、こういう感じで胸をつける感じでこの小胸筋を伸ばしていきます。これを一緒に10秒ほど行っていきましょう。目安としては左右5回です。肘のスタンスを広げて、膝をついて体を持ち上げて、左右に体を動かしていきます。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK です。終わった後に初めにチェックした部分をやってください。うつ伏せになって手のひらを下に向けてください。この時に違和感があんまりなければしっかり伸びてます。まだ手が右に回して手のひらを上に向けたいって方はまだ肩が内に入っているので、もう10秒間行ってください。手のひらを下に向けて違和感がなくなった方は伸びてます。お疲れ様でした。今のでね、しっかりこの小胸筋の部分が伸びて、肩がしっかりね、ちょっと胸張った状態が楽になって、肺がしっかり広がって、肩の力が抜けて、呼吸が深くなって、巻き肩改善になってます。とっても簡単だったと思います。ただちょっと肩に負担がいくので、肩が痛かった方はですね、手を後ろに回して胸を張って手をひっくり返して、これでしっかりね、上体を反る。ぐー、それではここが多少伸びます。今みたいに小胸筋を伸ばしてもらえたらと思います。これはしっかり毎日やることで姿勢の改善にもなります。首が例えば巻き肩で前に出ている人、パソコンスマートフォンをしていると首が前に出てしまうので、これもしっかりね、肩を張ることで首の位置が改善されます。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。 SNS されている方はシェアもぜひご協力よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。